坂直義さんです。アーティストでありまして、大木さんと知り合ったのは、四国の丸亀で、ギャラリーアルデさんのやった展覧会でご一緒して、私もともと多摩美術大学なので、多摩美術大学の映画研究会にいたので映画が、好きなんですね。でだから大木さんなんかはイメージフォーラムから出てらっしゃいましたけども、イメージフォーラムができる前というか、1960年代の後半、私が多摩美に入ったのは1967年なので、67年、68、69年という状況というのは、いわゆる前衛が盛り上がっている時期でありまして、アメリカの、プライベートフィルムとかアンダーグラウンドフィルムというものは日本にこう入ってくる時期ですね。で一つ大きかったのは、金坂健二というアーティストがいまして、この人が、そういうものを輸入してくる時期です。でちょうどテレビニュースにも載ったんですね、金坂さん日本から帰ってきたっていう、それで僕すぐに連絡して、多摩美の英検のやる催し物に出てもらって、それがだから大学1年の時に、金坂さんに呼んでます。でちょうどその時期だから、代表的な作家だと大林なんでしたっけ、信彦今も工業映画監督として活躍なさってますけども、彼の帰ってきたドラキュラとかですね、そういうものがあります。でその時期にだから蒼月会館、今のお花の蒼月ですけど、蒼月会館を中心にして蒼月実験映画祭っていう催しをやっていて、例えば映画でいうと1920年代ぐらいの初期の抽象映画とかですね、そういうものをたくさん映すんですね。あと恐怖映画とかですね。で恐怖映画だと佐藤重信さんというのがやはり恐怖映画系を随分映して、一番分かりやすいところで言うと、新東宝の 中島なんでしたっけ、なんとかの、東海道東海道八津屋会館、あれ今見てる名画だと思いますけども、B クラス映画の 名画ということですけど、そういうものを見て、それから商業映画館でビッグヒットしてたのが、だから、ちょうど大学1年の時に、ゴダールのキチガイピエロが封切られて熱狂していくわけですね。だからキチガイピエロがあって、中国女があって、あとウィークエンドがあってっていう連続上映の状態で、それから蒼月実験画祭に、これもゲームービーですけども、ケネス・アンガーのスコーピオライジングって、勃起するサソリというので、実際にノーカットで、男性性器がバラバラ映ってくるという映画で、当時の税関の状態でいうと通るはずがなかったんですが、ごまかして通しちゃったんですね。で3回だけ、蒼月で映しました。その時僕全部3回とも見てます。そういうのに熱狂していく世代なので、あとアンディ・ウォーホルの映画が入ってきます。アンディ・ウォーホルの例えばチェルシーガールズがやはり蒼月で、2台のプロジェクターで延々9時間ぐらいだと思いますけど、ものすごく長い上映ですけど、あれを一応全部見てます。でそういう世代で、だからそれの同じような状態を経験して神中信弘さんが、イメージフォーラムを作っていくというような流れだったんですね。あともう一つ付き合ったのが、松本敏夫さんですね。映像の発見という本を書いて、あれ高校生で読んでまして、松本敏夫さんはだからシンポジウムに1959年のシンポジウムで読んでるし、その後70年に入ると松本敏夫さんの事務所にで勉強会やってて、それにずっと3年ぐらい出てました。ですから映画が大好きで、そういうこともあって、大木さんと付き合うようになってるということです。